アンソニー・ウェイン、アンソニー・ウェイン、アンソニー・ウェイン、1745年1月1日から1796年12月15日は、アメリカ陸軍の将軍であり、政治家である。ウェインは、アメリカ独立戦争の開始とともに、軍隊での経歴を積み始め、その手柄や激しい個性によって、順庄の位まで上り、マット・アンソニーというあだ名ももらった。 北西インディアン戦争を終結させるフォールン、ティンバーズの戦いを率いたことで名声を残した。映画俳優、ジョン・ウェインの名前のもとになったことでも有名である。ウェインは、ペンシルベニア州のチェスター郡にある、イーストタウン、今日のペンシルベニア州、パオリの近くで、アイザック・ウェインの子供として生まれ、フィラデルフィアのおじが経営する、私立学校で、測量技師としての教育を受けた。 ウェインは、ベンジャミン・フランクリンや、その共同経営者たちの所有するノバスコシアの土地の調査を1年間行った後、ウェインの父親の経営する川なめし工場で、働きながら、測量技師の仕事も続けた。ウェインは、チェスター軍の指導者となり、ペンシルベニア議会議員を1774年から1775年まで、務めた。1775年。 独立戦争の開戦と共に民兵を集め、1776年には、第4ペンシルベニア不評連隊の大佐になった。ウェインとその連隊は、大陸軍のカナダ侵攻作戦に参加したが、この作戦は、失敗に終わり、大ンデロガトリデでは疲労困憊した部隊を、指揮することになった。その後の軍港が認められ、1777年2月21日には、 順勝に昇進した。あとにウェインは、グランディワインの戦い、パオリの戦い及びジャーマンタウンの戦いで、ペンシルベニア部隊の指揮を取った。バレー法事での陶器宿泳の後に、モンマスの戦いで攻撃隊を率いた。この戦いの時、ウェインの部隊は数的に勝るイギリス軍に釘付けにされ、しかも攻撃隊指揮官のリー将軍は撤退してしまう。しかし、 ウェインはワシントンが送った援軍に救出されるまで持ちこたえた。この筋書きは一年後の南部戦線でも再現されることになった。独立戦争におけるウェインの軍港の極みはおそらく1779年7月15日のニューヨーク植民地とニーポイントの戦いでの勝利であった。その日の夜半、ウェインの指揮する軽装不評部隊がハドソン川南部を支配するために 崖の上に作られたボールイストーニポイントを守備していたイギリス兵に対し、銃剣のみの攻撃を30分間続けて打ち破った。この作戦の成功で、当時敗北の連続であった軍隊の指揮を高揚させる効果があった。大陸会議は、この勝利に対して、ウェインにメダルを送って検証した。これに続いて、ニューヨークのウェストポイントとバージニア植民地の グリーンスプリングの戦いでの勝利によって、ウェインは大胆な指揮官としての評価が高まった。1781年にイギリス軍がヨークタウンの戦いで降伏した後、ウェインは南部に転戦し、ジョージア植民地でイギリスと同盟するインディアン種族と戦った。ウェインはクリーク族とチェロキー族の両者と平和条約の交渉を行い、このことに対しジョージアは、 大きな米作プランテーションを送って、報奨とした。ウェインは1783年10月10日に、少々に昇進した。独立戦争が終了すると、ウェインはペンシルベニアに戻り、1784年にはペンシルベニア議会議員を務めた。その後、ジョージアに移って、軍港の報奨に送られた土地に入植した。1788年には、 アメリカ合衆国憲法を批准する州会議の大議員となった。1791年、ウェインはジョージア州選出のアメリカ合衆国会議員として、第二合衆国議会に出席したが、ウェインの住民資格に関する議論で議席を失い、次の1792年の選挙での再選出馬を辞退した。ジョージ・ワシントン大統領が合衆国にとっては、 悲観的な状況が続いていた北西インディアン戦争における遠征隊を統率させるために市民生活を送っていたウェインを最小集した。北西部領土において多くのインディアンがイギリスの側について独立戦争を戦っていた。1783年のパリ条約で戦争が終わるとイギリスは北西部領土を合衆国に割上した。しかし、インディアンに対しては 何の相談もなかったので、この地域の併合に対して反抗した。マイアミ族、小ー,ー族、デラウェア族及びワイアンドット族の連合軍が、小ー,ー族のブルージャケットやマイアミ族のリトルタートルの指導によって、1790年と1791年にアメリカ軍を打ち破っていた。インディアンはパリ条約に規定されていた、この地域の取りの放棄を拒んでいたイギリス軍に、 後押しされ、物資的な支援も受けていた。ワシントンはこの遠征のために新たに結成した合衆国陸軍の指揮官にウェインを据えた。ウェインはその軍隊を職業的軍隊に養成するためにリージョンビルに基本訓練施設を設けた。ウェインはその後オハイオに移動し作戦の基地となるリカバリートリデを築いた。インディアン同盟の指導者と目される。 リトル・タートル州長が、ウェイン将軍に、決して眠るなと警告し、敗北は避けられないぞと脅した。リトル・タートルは、戦いよりもむしろ交渉を進めた。多分このためにブルージャケットが戦闘では、選手の指導者に選ばれた。1794年8月20日、現在のオハイオ州、トレドの真南、ペリスバーグでのホールン・ティンバーズの戦いで、ウェインは、 ブルージャケットの同盟軍に攻撃を仕掛け、決定的な勝利を奪って戦争そのものを終わらせた。戦闘は比較的小さな小競り合いではあったが、多くのインディアン戦士は気額時け集落を捨てた。そのすぐ後にイギリス軍は J 条約で北西部領土の取りを放棄した。ウェインはインディアン種族同盟と合衆国との間のグリーンビル条約の交渉にあたり、 1795年8月3日には、調印された。ウェインは、デトロイトの軍事基地からペンシルベニアに戻る、途中の1796年12月15日、通風から合併症を引き起こして亡くなり、今日のペンシルベニア州、エリーのプレスクアイルトリデに埋葬された。ウェインの遺体は1809年に掘り出され、残っていた肉片を熱湯で落とした後に、 ペンシルベニア州ラドノアのセントデービッドエピスコパル、教会墓地の家族の辞書に移された。伝説では遺体を運ぶ途中、今日の修道 PA-322 の路上で、多くの骨が失われ、毎年1月1日、ウェインの誕生日、ウェインの幽霊が失われた骨を求めて、道路をさまようという。ウェインが言ったことは、 正規兵新兵に対する基礎訓練を行った最初の試みであった。リージョンビルの訓練施設はこの目的のために初めて設けられたものだった。グリーンビル条約はウェインのインディアン種族同盟に対する軍事的成功によってもたらされたものであり、合衆国は現在のオハイオ州を確保し、オハイオ州が1803年に合衆国の州として組み込みれる道筋をつけた。 ウェイン将軍がマット・アンソニー・ウェインとあだ名されたのは彼が兵士に2時間半以下の睡眠しか与えなかったからだと言われている。ジョージ・ワシントンはウェインが外交的にもつれた時には手ぬるいことを承知でインディアン問題の最後の切り札としてマット・アンソニー・ウェインを起用した。ウェインの息子、アイザック・ウェインはペンシルベニア州選室のアメリカ合衆国会議員となった。 ウェインの名前にちなんだ多くの自治区域や施設がある。特にウェインが戦ったオハイオ州、ミシガン州、インディアナ州には多い。以下はその例である。ウェインの遺産はアメリカの大衆文化にも広がってきた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。